りはここ美濃から南に下ったとこにある織田家の国だ。当主は信長様。最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう、秀の字。美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀野、あ、秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい、知って父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし、立派に行かれたのであろうな。この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。おお、また魚が一匹増えたようじゃ。田舎侍、刺身にしてやる。
でないわ。なかなかやりおるではないか。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸炎山に栄えしよくやも、世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝え、新しき世の先駆けとなれと。はよいたせ、酔いの冷めぬうちに。秀の字、吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか？
4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。藤吉郎、教場へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。